はい、どうも皆さんこんにちは。ユージャック代表の佐藤です。本日私は現在工事中のユージャックキャンプストア&カフェ茂原店の方に来ております。今日やっていく内容というのがこちらでございます。はい、今私がおりますこちらのオフィススペースになるんですが、DIY で壁紙貼りやっていきたいなというふうに思います。はい、壁紙を貼っていくポイントはちょうどここのキッチンの部分のこの下の部分ですね。はい、まあ、ここにカウンターテーブルとかっていうのをね、これから作っていくんですけれども、その前に先に壁紙を貼っていきたいと思います。あと壁紙貼るのはちょうどここの上のこの辺ですね。はい、この辺も貼っていってしまいたいなと思っております。壁紙は事前にこちらですね、リスタさんのサイトでこんな感じの生のり付きのですね、レンガ調な壁紙を入手しておりますので、今日はこれを貼っていく作業となりますね。で、壁紙を実際に貼っていくイメージなんですけれども、まあ、ここの空間をですね、ブルックリンスタイル的な感じのイメージにちょっと仕上げていきたいなというふうに考えておりまして、まあ、現状でも結構ね、もうなんか綺麗だし、あとは天井もまあそこそこね、高さがちゃんとありますので、まあ、抜けるいいね、オフィス空間が作れるんじゃないかなというふうに思っておりますし、あとは将来的にはここもね、お客さんに開放した多分カフェスペース的な感じになってくると思いますので、まあ、その辺を意識した作り込みね、早速今日から始めていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで早速始めていきたいと思います。とりあえず壁紙を貼るのは人生で2回目か3回目ぐらいですね。最後に貼ったのは多分エアストリームのベッド脇のね、はい、この辺に画像を貼っておきたいと思うんですが、この壁紙を貼ったのが多分一番最後だったと思います。あとは自宅の壁紙とかちょっとやったことあったと思うんですけど、今回新しく道具もね、いろいろと新調してきました。今後も多分壁紙をいろいろ貼っていくであろうと思ったんで、まあ、ちゃんとした道具をですね、お隣カインズで仕入れてきております。はい、ローラーとかもね、よいしょっと、上で、最後、ジョイントコークのオーク色ですね。はい。ここの幅木がですね、なんかブラウンだったんで、一応オーク色のジョイントコーク。ブラウンでもよかったな。ちょっとオークだと少し暗いイメージですが、まあ、いいでしょう。で、まず、寸法出しの方からね、サクサクっと進めていきます。実際に壁紙を貼った後にここにこういう風にねカウンターをつける予定がありますので、はい、こちら新たに購入したんですけれども、下地探しがございます。これはね当てていって、後ろ側にね多分軽点材かなんかが入ってるはずなんで、その下地をちょっと探していきたいと思います。カウンターを取り付けるときにこういう L アングルで固定することになると思うので、新しくね壁紙を貼ってからそれをやるとまたね妙なところに穴を開けちゃったりとかするのが嫌なんで、あらかじめ既存の壁紙の状態で見ていきたいと思います。これねあんまり凹凸がない壁紙なんで、まあ、この上から直接貼っちゃってもね、いいような気がするんですけどね。はい。まあ、とりあえず先に下地を探して、この辺は後で考えます。こちらで下地を探した後に、こちらですね、はい。針がこうね、出てくるんですけど、これを突き刺して、おそらく石膏ボードだと思いますので、下地、金属があるかどうか見ていきます。
ここにと。6までいいやろ、待ってって。貼り付けが甘いところに持ち上げてやってるから髪がピッてやるんで、それでおしまいで。そうなんだ。これでようやく一面が完成した感じでございます。いやあと同じような作業を何枚もやっていかなきゃいけないんで、ちょっと気が遠くなりそうなんですが、たった1枚貼るのに大体1時間ぐらい作業時間がかかっちゃいました。結構この角っことかの巻き込みがですね、かなり難儀してしまったところではあるんですけれども、まあとりあえずね、うまくいったような気がします。続けて作業を行っていきます。2つ目のジョイントカットを終えたところなんですけれども、どうでしょうか仕上がり。パッと見でどこつないでるか分かりますでしょうか。かなりうまくいったと思うんですけど、ちょうど今ここの私の指先のここら辺ですね、はい、この辺を実はねジョイントでつないでおります。かなりうまくいったんじゃないですか、はい、もうパッと見で全く分からないぐらいの仕上がりですね、はい、で最後にここあのジョイントコークって言って、まあ、ここもともとねかばき浮いてたんですけど、ここ最後ジョイントコーク入れて埋めてしっかり固めていきたいと思うんで、結構仕上がりがいい感じになりそうな気がしてきました。でここはちょうど木の板っ端が3センチぐらい入るんで、ちょうどここをね下っ面がこのレンガのところから出てくるっていう感じでいい感じになりそうな気がします。じゃああと2枚か3枚か、はい3枚かな、この感じだと 2,3 枚ね、貼っていきたいと思います。
ここまでオーバーでやるかどうかっていうところはここかな。ここら辺で切っちゃうのが一番良さそうな気がするんで、ここですね。もともとここに白いジョイントコークが入ってるんで、ここら辺で切っちゃおうかなと思います。ようやく完成形が少しずつ見えてきてるんですけど、遠目で見てもかなりおしゃれでいい感じになってきてると思います。じゃあ作業を続けていきます。こうやってやるんだ。取り仕上がりを綺麗にするため。はい、そんなわけで無事に壁紙貼りが終了いたしました。ちなみにかかった時間が2時ぐらいから作業を始めて、だいたい 4,5 時間ぐらいですね、はい、まあ、5時間かからないぐらいで、作業を終えることができました。実際にご覧いただきましょう。はい、こんな感じでございます。柄物の壁紙は実は今回初めてですね、人生で初めてチャレンジしたわけなんですけれども、どうですか、つなぎ目の位置とかわかりますかね。はい、まあ、ここすごいね、綺麗に仕上がりました。で最後ジョイントコーキングですね、はい、入れていきましたので、結構下側のところもこう壁紙がちゃんと中に入っているかのごとく見えますよね。はい、まあ、本当はねマスキングテープを貼りながらジョイントコークを入れていったんで、本当は壁紙が完全に乾いてくっついてから最後の最後で作業するべきなんですが、まあ、ちょっと時間がなかったんでね、今回に関しては優先して作業をやってしまいました。結構キワキワも綺麗な仕上がりですよね。はい、どうでしょう。おー、結構いいんじゃないですか。で上側もね綺麗に仕上がっております。はい、軽く内側巻き込んでおる感じですね。はい、こういう感じで巻き込んでます。少し引きでも見てみたいと思います。はい、引きで見るとこんな感じですね。はい、だいぶいい感じになってきましたね。はい、後ろの棚が少し白いのが気になりますけれども、俗に言うブルックリンスタイルみたいな感じに近づいたのかなというふうに思います。壁紙貼るだけでもだいぶ雰囲気がガラッとね、変わっておりますよね。動画の最後でビフォーアフターの写真をね、比較して出しておきたいと思います。で今ここマスキングテープ貼ってあるんですけど、ちょうどここの部分にこう金属の経典材がね入っているようなので、まあ、この部分にこうね、L 字金具をつけて、次はカウンターを、まあ、作っていくという作業になるんですが、その前にここね飲食業の許認可を取るためにですね、まあ、キッチンの中に実は手洗い設備っていうのをちょっと作ってあげなきゃいけないんですよ。はい、そんなわけで、まあ、次回の作業はおそらく、まあ、カウンターを作るか、まあ、もしくは手洗い設備を作るか、どっちかの作業になりそうな気はするんですけれども、どうですか、キッチンの完成図というか壁紙は。いい感じ。外から見た感じもやっぱりちょっとおしゃれな感じになったよね。うん、
ちょっとライトもあの辺にあのレールつけられそうなんで、まあ、ライトとかねちゃんと入れていくと照明変えていくとかなり雰囲気さらにガラッとね変わってきそうな気がします、まあ、あと油はねようにこの辺についたて作ったりとかいろいろねそうやっていくんだけど、あそうかそれも多分壁紙同じかな、どう使うのか、まあ、木で作るかちょっと分かんないけど、うん、はい、ひとまず壁紙 DIY に関してはこれで完成というふうになります。はい、本日の動画が参考になった、そして面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場で通知設定もオンにしておいてください。あとはその下こちらですね、 Twitter、Instagram、ユージャックの公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。